で、何の用？何しに来たの？それは。あ、わかったわ。この子、就活がうまくいかないで今ニートだからってお金を借りに来たんじゃない？どこまで情けないんだ！りょうたはこうやって投資で稼いでうちにお金を入れてくれてるというのに。お前はうちにお金を入れないばかりか。いや、お金を借りに来たんじゃなくて。金を借りに来たんだろ、この小じきが。もういい。お前の顔を見てるだけで気分がなえる。仕送り0円のニートは出ていけ。二度と顔を見せるんじゃない。そっか、結局ここまでしても認めてもらえないんだ。無理、どうせ無理だ。俺には無理だ。俺は山根浩太。俺には自信がない。それは育った環境のせいだと思う。俺には弟がいて。すごい、すごいじゃない。 T 大に現役合格するなんて、さすが亮太。いやー、さすが俺たちの子だよ。ありがとう、父さんと母さんのおかげだよ。それに比べてこいつは。二浪しても T 大に入れず、結局三流大学なんてね。本当に昔からダメダメ。でもよかったわよね、塾代とかこいつには出さなくて。そうそう、早めに見切りをつけてよかったよ。小学1年生の1学期に見切りをつけたのは我ながらナイスな判断だと思ってる。絶対に無駄だったもんな、そんな金。その分、弟の亮太に投資できたのはでかい。ええ、浩太に使おうとした高校の学費も塾代も大学の学費も全部亮太に注ぎ込めたものね。あれ？どうしたんだ、亮太。でもこいつって高校行ってたし、塾も行ってたし、大学も行ってなかった？ああ、それは自腹で行ってたのよ、バイトして。アホだよな、そんなの無駄な金だって言うのに。だはは、そこまでして学校行って塾行って、結局これかよ、情けねえ。くというか、なんであんたいるの？中学卒業してすぐに追い出したはずでしょ。あんたの食費とか、あんたの使う光熱費とかももったいないからって。それは友達から亮太が T 大に受かったからお祝いしようと思って。お祝い？何言ってんだよ。あのさ、あんたと違って俺が T 大に入ったことは大したことじゃないんだよ。入って当たり前なんだよ。お祝いなんてしてもらわなくて結構。そんなことしている暇があったら自分の人生の心配しろよ。就活中なんだろう？四流大学なんてどこにも就職できないんじゃないのか？本当に陽太の言う通り、自分の立場っていうのはあんたは全然わかってない。本当だよな。まあわからないからこんなもんなんだよな。お父さんの言う通りね。とりあえずあんたと同じ空気吸いたくないから出て行ってよ。無能と一緒の空気吸いたくないから。無能が感染しちゃうでしょ。そうそう、無能に効くワクチンはまだできてないからな。なあ、もしできてたら100万本お前に打ってやるのに。ギャッハッハ。わかったよ、出ていくよ。こんな風に高一で俺は両親に見限られて、優秀な弟と比較されて罵倒されてきた。だから自分に自信がないんだ。何をやってもうまくいかないと思ってしまうし、実際にうまくいかないんだよ。両親や亮太の言う通り、無能な人間なんだ。今日は面接だけど、絶対にうまくいかないだろう。これまでもそうだったしね。もう面接の会場行くのやめようかな。どうせ無理だし。この人とかいいんじゃない？うん、すももちゃん良さそうだよ。え、何君たち。リンはリンです。私はただのメイ。すももはすもも桃のうち、そしてまたの名をスモゲラー、スーパー超能力者。え、超能力者。うい、
スモモはモノホンの超能力者。あのね、さっき遊びでやってみたら一人超能力にかかったんだ。本当なんだよ、ほら見て。ああ、わん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 。かかったふりしてるだけじゃ。ガブガブ。嘘でしょ、ドッグフード食べてる。うん、私もまさかかかるわけないと思ったんだけどね。スモモでさえ思った。超能力者本人がそう思ってたのにかかったの？とにかくね、スモモちゃんの超知力はすごいんだよ。リン、超能力ね。とりあえず騙されたと思ってかけられてみてよ。自信のないあなたに自信をつけてあげる。はあ。お前の名前は？コータだけど。コータはだんだん自信満々になーる。自信満々になーる。自信満々になーる。こんなのかかるわけ。自信満々。ダメそうだね。レオンが単純だっただけかな。あ、でも見て。え、なんか様子がおかしい。1年後。父さん、母さん、見て。どうしたんだ、リョータ。じゃじゃーん。ちょっと仮想通貨やってみたらさ、こんなに儲けちゃった。すごい、すごいわね、あなた。天才じゃない。T 大生きながら仮想通貨でも成功するなんて、将来が楽しみすぎる。いやー、将来どうなってしまうんだ？我が一族初の総理大臣になっちゃったりしてんな。自分でも将来が楽しみだよ。まあ、これからの生活は俺に任せてよ。俺が投資で稼いだお金でどうにかするから。まあ頼もしいわ。じゃあ頼らせてもらおうかな。本当にありがとうね、リョータ。なーに、ほんの親孝行だよ。そして数ヶ月後。見てくれよ、またこんなに稼いじゃった。すごいじゃない。負け知らずじゃないか。マニー、勉強と一緒でさ、仮想通貨もロジックが分かっちゃえば余裕ってことが分かっちゃったんだよね。ただいま。ん？は？おいおい、盛り上がってる時に一番見たくないやつが来ちゃったよ。そんな言い方ないだろ。で、何の用？リョータに聞きたいことがあって。あのね、リョータは勉強に投資に忙しいの。お前なんかと話してる時間はないんだよ。そうそう、お前なんかと話してるくらいなら投資の勉強に当てた方がいいっての。やっぱり投資やってるのか。仮想通貨だよな。なあ、なんでお前が知ってるんだよ。あ、わかったわ。この子、就活がうまくいかないで今ニートだからってお金を借りに来たんじゃない？どこまで情けないんだ。リョータはこうやって投資で稼いでうちにお金を入れてくれてるというのに、お前はうちにお金を入れないばかりか。いや、お金を借りに来たんじゃなくて。金を借りに来たんだろ、この小じきが。もういい、お前の顔を見てるだけで気分がなえる。仕送り0円のニートは出ていけ。二度と顔を見せるんじゃない。そっか、結局ここまでしても認めてもらえないんだ。なかったことにされるんだね。何をブツブツ言ってるの。お父さんに出てけって言われてるのが聞こえないの？それともどうしても金が欲しいのか。なら恵んでやるよ。ほらよ、うりゃ、ほら、拾え拾え。だはは、優しいな、リョータは。ほら、リョータに感謝しながら小銭を拾いなさい。いらないよ。わかった、もう出ていくし絶縁する。二度とお前らには関わらないよ。そうしてもらえると助かるわ。そうか、最初から関東しておけばよかったんだな。小一の時に関東しておくべきだった。
そうね。なんでその選択肢に気づかなかったのかしら。まあ今気づいたんだからいいじゃんか。おい、自分から絶縁って言ったんだからな。困っても泣きついてきたりするんじゃないぞ。って絶縁してなくても困ってきても助けないけどな。元から家族だと思ってないし。それもそうね。じゃあね。ああ笑った笑った。でもあいつなんか雰囲気変わったかもな。なんか生意気になったかも。就活も何もかもうまくいかなくてふてくされてるからじゃないか。きっとそうね。こうして俺は家族と絶縁して家を出た。最低な家族でこの家にいい思い出はないけど、もう来ないと思うと少し寂しいけど、新しい人生をこれから頑張ろう。過去のことはもう忘れるんだ。でもあいつら大丈夫かな。いや、もう家族じゃないしね。心配する必要ないか。そして1ヶ月後。あれ、どうしたの母さん。お金がないの。口座にお金が入ってないのよ。クレジットカードの引き落としができてないって連絡があってね。口座を確認してみたらお金が入ってなかったのよ。今までそんなことなかったのに。もしかして盗まれたんじゃないか。いやいや、口座のお金を盗むなんてできないだろう。いや、一人できるかもしれないだろう。金にも困ってる様子だったしな。いや、もしかしてコウタのやつ。そうよ、きっとそうだわ。あいつが犯人よ。キャッシュカードを盗んで口座からお金を盗んだに違いない。そうに決まってるわ。いや、あいつ、すぐにコウタに連絡しよう。ええ、今してるわ。あ、出た、コウタ。あ、誰。あなたの母親よ。ああ、あんたか。もう他人なのになんでかけてきたんだよ。私だってあんたなんかに電話かけたくないわよ。で、何のよ。あんた、うちの金盗んだでしょ。は？クレジットカードが止まって口座を見てみたらお金がなくなってたの。あんたが盗んだからでしょ。もうわかってるのよ。今までこんなことなかったのに、あんたが来て口座からお金がなくなったんだから。警察に突き出すわよ。突き出されたくなかったらお金を返しなさい。アホだな。はぁ？なんですって？警察に被害届を出すなりなんなりすれば、別に俺としては構わないよ。この様子だとあれに気づいてなかったんだね。口座くらいちゃんと確認しなよ。じゃ。ちょっと待ちなさい。なんだって。コウタのやつお金を返さないつもりよ。なんだって。あいつ、俺たちが警察に行かないと思って舐めてるんだよ。警察に被害届を出しに行こう。そうね。同居の家族じゃないし被害届出せるでしょ。ああ、そうですね。おっしゃる通り出せるんですけど。けどなんだ、警察はあんな奴の肩を持つのか。別に大きな声を出されてビビったとかじゃないんだからね。思いっきりビビってたでしょ、情けない。あのね、肩を持つとか持たないんじゃなくて逮捕しようがないのよ。はい、どういうことですか。だって口座を見る限り、そのコウタさんお金を盗んでなんかないもの。むしろ逆、コウタさんは毎月30万円あなたの口座に振り込んでたわ。はい？私の口座に毎月30万円振り込んでた？じゃあ、何言ってるんだ。そんなことできるわけないだろう。あいつはただのニート。30万円も振り込めるわけない。いや、僕たちコウタさんのこと知ってますけど、ニートじゃないですよ。立派な社会人です。へえ、あの四流大学卒が社会人になれたんだ。でもどうせ今にも潰れそうな会社とかだろう。いえ、うぐもりグループです。うぐもりグループって
あの天下のうぐもりグループか。ちょっとちょっと冗談よしてよ、おまわりさん。あんな子がうぐもりグループに入れるわけ。いや、冗談じゃありませんよ。コウタさんはうぐもりグループの人間です。そういえばうぐもりグループのホームページにコウタさんが載ってた気が。あ、ほら、本当にあいつが載ってる。アホなの？どうしてうぐもりグループはこんなの採用してるの？こんな無能を採用するなんて。お言葉ですが、コウタさんはバリバリうぐもりグループで活躍してるみたいですよ。だからこうして若手のホープとしてホームページに載ってますし。あいつに一体何があったんだ。まあとりあえずこれで分かったでしょ。うぐもりグループにいれば30万円の仕送りはできるって。で、その仕送りが今月からなくなってるから口座にはお金がないのよ。あ、いや、でも亮太が投資で稼いだお金を入れてくれてるから。そのお金が亮太さんから振り込まれた形跡はないみたいですよ。で、亮太、投資で成功してたんだよな。いや、実はさ、失敗しちゃってたんだ。最初は成功したんだけど、でも失敗してるってのを言いたくなくて。でもお金を持ってたじゃない。あれはさ、成功してると思わせたくて消費者金融でお金を借りてきただけ。本当はかなり消費者金融で借金してるんだ。で、嘘だろ。ごめん。でもさ、父さんも母さんも働いてるし、俺の投資の金がなくてもやっていけるだろ。やめちゃった。ああ、やめちゃったんだよ。ほら、亮太がこれからは投資で食わせてくれるって言ったろ。かなりのお金持ってたし、もう私たち働かなくてもいいんだって。そんな、何してんだよ。これからの生活どうするんだよ。俺の学費は、とりあえずその話し合いは家でしてくれる？ここでされると迷惑なの。被害届は受理しませんからね。どうだった、父さん母さん、会社には戻れそう？ダメよ、会社には戻れない。俺もだ。50後半のやつをまた雇ってくれたりしないよ。他の会社も雇ってくれない。できたとしてもパートぐらい。でもパートじゃ学費は無理。こうなったらあいつに頼るしかない。そうね、頼りたくないけど背に腹は変えられないわ。あいつのところに行くか。ええ。って誰か住所知ってる？いや、俺は知らないよ。俺もだ。こうなったらうぐもりグループの本社の前に行ってあいつを待ち伏せしよう。そうね、そうしましょう。よし、今日も頑張ろう。でも大丈夫かな？俺なんかがうぐもりグループで働いてて、やばい、最近ダメだな。またあれやってもらわないと。コウタ、待ってたわよ。え、母さんたちどうしてここに？まさかお前がうぐもりグループの社員になってたとはな。絶縁したんだし来ないでくれよ。仕送り30万してたんだろ。それを再開させてくれよ。あ、やっぱり大損しててお金が必要になったんだね。なんでそれを知ってんだよ。リョータ、SNS で投稿してたでしょ、仮想通貨で儲けたって。でもあの仮想通貨あまりいい評判がないからさ、やめた方がいいって忠告しようと思ってあの日行ったんだよね。ね、遅いっての。忠告するならもっと早くしろ。俺の話なんか聞いてもらえないかと思って不安だったからさ、なかなか言えなかったんだよ。とにかく損したのはお前のせいでもあるんだから30万円仕送りしろ。いいわね、しなさい。俺たちにお前は恩があるだろう。育ててやってんだから。もし仕送りしないって言うなら毎日うぐもりグループの本社の前で待ち伏せするぞ。それはやめて。
会社の人に迷惑がかかっちゃうから、俺なんかを採用してくれた人たちに迷惑かけたくないんだ。わかった、仕送りすればいいんだね。だから会社の前には来ないでくれ。これもっと仕送りさせられそうじゃない？それもそうだな。取れる分だけ取っちまおうぜ。パリ50万円、50万円仕送りしろ。え、いや、それは俺にも生活があるし。なら会社の前に。嘘、それはやめて、お願い。やめてほしければ50万円振り込むって約束しなさい。する、するから。よーし、じゃあ誓約書を書け。いやはは、こいつやっぱりアホだ。こんな要求を飲んじゃうなんて。うぐもりグループはなんでこんなアホを採用しちゃったのかしら。まあそのおかげで私たちがこうやっておこぼれに預けれるんだけどね。ほら、ここにサインしろ。うん。あ、見つけた。え、何この子たち。そろそろかなって思ってきたんだ。行くまし。コウタはだんだん自信満々になる。自信満々になる。自信満々になる。自信満々。あ、ほら、いいから書けっての。えい、あ、何破いてんだよ。こんなの書くわけないだろ、アホなんじゃないの。なんだと。いいのか、うぐもりグループに毎日通い詰めるぞ。通い詰めたきゃ通い詰めればいいじゃんか。会社の人に迷惑かかるわよ。大丈夫、最近格闘技始めたんだよね。さらに自信つけなきゃって思って。それを試すいい機会かも。はい、からはリン変わらね。うりゃそろそろ退陣もしたいと思ってたんだよね。ごめんなさい。ありゃ、帰っちゃった。手が痛いかも。あれれれれ、なんだか最近かかりが悪いね。薬と一緒でずっとやってると効き目悪くなるのかも。どうしよう。自信のない俺なんてただの無能。催眠術がなかったらうぐもりグループなんて入れなかったのに。このままじゃクビになっちゃう。大丈夫だよ、皇太子。社長。別に自信があるから皇太子を採用したわけじゃないよ。君と働きたいって思ったから採用したんだ。それにね、自信がないだけで君の力はすごいわ。環境が悪くて発揮できなかっただけ。うぐもりグループのみんなは君の力を認めてるから。だからゆっくりでいいからさ、うぐもりグループで自信をつけていってよ。社長。なんかレオンのくせにいいこと言っててムカつく。とりあえず犬にしよう。レオンくん、犬になーれ。あーん、わんわんわん。あれれ、こんなんでもいいんだ。かかりやすすぎでしょ。その後、うちの家族は借金まみれになり、家を追い出され、リョータは学費を払えず T 大を退学。この前、駅でお金を恵んでほしいと座ってるのを見たの。きっと、今ホームレスなんだろう。まあ、だからといって手を差し伸べるつもりはないけど。俺はというと今、自信をつけてる最中だ。まだ自信はないけど、初めてこうなって人に認めてもらえたから、なんだか頑張れる気がする。よーし、これから頑張ろう。俺を認めてくれた人たちのために。